ずは、タマさんから特に質問があるということで、それを一人で喋る。めっちゃ恥ずかしいけど、この辺来てやっぱり一人だと緊張しますので。これを1年に、まあ、これが先ちょっと質問していこうかなって、同じ質問を何年もしていこうかなって思っています。まあ、その時々に多分違う感覚になってるかもしれへんから、まあ何やろ、ちょっとした思い出の質問となればと思っております。思い出作り、皆さんに付き合ってもらおう。はい、はい、いきます。はい、まあまあ初歩的な三味線を始めて何年目ですか？丸3年です。はい、初めてのは2000何年、18か18、2021で3年やから18か、2018年です。はい、で今は2021年です。はい、3年ですね。はい、はい、じゃあ今習っている曲は、君の庭、うん、全部言っていいの、うん、東八景、うん、全部今やな、うん、今までじゃなくて今や、うん、今な、うん、君の庭と東八景と花見踊りですじゃあそのまあどの曲でもいいんですけど、うん、難しいところ楽しいところっていうのを、まあ、パッと浮かぶところでいいので。ない、え、ないちょっと待って、難しいもないの、え、楽しいもなくて難しいもないの、マジでなんか無なんですよ今。それはね、その時その時には難しい、クソとか思うけど、うん、1日経ったらね、なんかできる気になる。でこんなことあれやけど、うん、なんか難しさを忘れるんですよ。まあ、多分おかしいんやと思うんですけど、面白い面白い、うん、なんかあ難しいから弾きたくないなとか、うん、難しいからあそこいっぱい練習しなあかんなとかっていう感覚は全くなくって、うん、ただ弾かれへん、うーん、くそうとは思うけど、うん、じゃあ逆に言えば楽しいところもなくって、そう、淡々としてる。楽しいのはもちろんあのめちゃくちゃ楽しいし、うんうん、箇所ではなくって三味線を弾くこと全般が楽しくって、うんうん、この曲が楽しいとか、うんうん、この曲が嫌とか、まあ、全くない、うん、ああなるほど、そう、あところです。はい、じゃあ現在は好きな曲でも、今言った通り好きな曲っていうのはなくて、三味線自体が楽しいって形、うん、好きな曲はない。ないんや。何でも好き、てか好きというか何でも弾いてみたい。何でも弾いてみたい、うん、なるほどなるほど。じゃあ、その時に弾く時に気をつけていること、何なんやろ、難しいな、気をつけている、例えばそのまあ、曲の雰囲気とか、例えばその弾き奏法とか、今ね、うん、今気をつけてることは、うん、そう一音一音のレベルアップ、うん、あの同じ音程を出したいっていうことと、うんうん、感どころが悪すぎるから変な音にならないようにうん気をつける。なるほど。だから弾くとこも、うん、他のバチと同じような、うん、バチを緩めて弾く音を一定にするのか、なんかバチと弾く音が全然違うやん、うん、その辺もなんかあんまり違和感なくしたいなとか、あーなるほどなるほど、なんか、うんうんうん、一音一音にこだわっている感じかな、うん、なるほどなるほど、うん、まあ、弾くことに気をつけることはまあまあその感じか、うん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 、えらいやった違う方が、いや全然全然全然それでじゃあ、まあ、最後の質問です。はい、まあ、これ5つもなかったと思うんですけど、どんな三味線弾きになりたいですか？まあ、別に今でもいいし、まあ、何年後とかでもいいし、まあ、今思うこと、うんうん、何よりも人を引きつける三味線弾きになりたいです、うん、キラキラしてる人、うん、あのとりあえず下手やけどあの人めっちゃ楽しそうやん、うん、あの人、うんうん、あの人の音楽聴いてたらなんか下手やけど、うん、なんや知らんけど楽しいやんとか、うんうん、なんか知らんけど引き込まれるやん、うんうんうん、みたいなやつがいいです。なるほど。以上。